こんにちは、フットブズです。今日はゼロフットサルパークに来させていただいてます。ということで今日話なんですけども、何しますかと言いますと、ソックスレビューです。テープデザインっていうソックスなんですけど、なんでこれ僕がレビューしたいかと思いましたかと言いますと、三笘選手これ履いてたんですよ。今も一番キレキレノリノリの三笘選手これ履いてて、で僕これ買ったんですけど、サイト見たらネイマールとかラキティッチとかも履いてるらしいんですよ。だからめっちゃいいんじゃないかなと思って、ちょっとこれ楽天で確か買いました。これ結構ねお値段するんですよ。まあ今機能性グリップソックス2000から3000ぐらい、はい、やけどこれ5000です。おお高っ。1足5000の靴下買いました。なんか僕まあ手に取ったことなくてどんな感じかも全然わかんないんですけど、ちょっと開けていきます。でまあこんな感じのソックスでグリップついてるソックスなんですけど、ちょっと早速履いていきます。あでも履いた感じ結構薄い。なんか厚手のソックス嫌いなんですよ、はいはい、っていうのも足の幅広いんでソックス厚いと横当たるんですよめっちゃ。あ薄いしフィットする。あ履いた感じ普通にいい。でもやっぱ暑かったら僕が一番はやっぱソックス靴の中でパツパツなるんで薄めのが好きなんですよね。僕リールズリーグの1戦目で僕普通のナイキのソックス履いてたんですよ、はいはい、ナイキのソックスなんでなんですかって結構みんな見てる人いて、そうスパイクマイスター光栄さんのブログに取り上げられた時に映ってて結構連絡来たんですけど、今のスパイクとかって靴紐にもゼロぐらいとかでも滑り止めついてて、インソールにもついてて、はい、まあ、ナイキとかでもインソールにグリップついてたりとか、まあ、ウィズアルファとかみたいに中にグリップがついてたりして、そもそも滑んない構造になってるんですよ、うん、強すぎるから僕はソックス機能性ソックスあんま履かないんですけど、試合の時に結構履くっていう感じですかね。練習の時はやっぱ負担になっちゃうんで、あんまり僕機能性ソックス履かなくて試合時用ですね。でまあ値段的にも多分試合用になるんじゃないかなと思ってます。でも履いた感じ薄手やし普通にいいかな。この辺のテーピング機能とかついてるソックスあるんですけど、まあ、そういうのは多分ないかな、多分ないんですよ説明見た感じで。まあマークがこういう感じでついてて普通にかっこないですか。いい感じですねめちゃめちゃ。まあこれちょっと今日履いてどんな感じかレビューしていきたいと思います。じゃあちょっとソックス履いたんで軽く動いていきたいと思います。グリップついてるんで多分めちゃグリップ感いいんですよこれ。このグリップがやっぱ薄いからめっちゃいいっすわ。薄い方が好きなんでいい感じです。で、まあ、サイドステップとかやっててもずれる感じはないっすね全然、まあ、そもそもちょっと FG で今日撮影なんで FG 履いてるんですけど、ちょっとシャトラン気味の切り返しいきたいと思います。見したんですけどグリップの数が多いから結構効いてるかも。でめっちゃあるっすね。そう結構効いてるかも履いて思ったけど、かかとの部分は普通に何もないんですよ、ここからこの部分はあんまなくてグリップが、ここはちょっと滑るかも。ああなるほど。だから若干なんか脱げそうな感じはほんまにちょっとあるっす。あのずれるとかないんで普通に今んとこはカトラン気味のこの横ステップは全然ずれないから。でもかかとがちょっとだけ動くかもしれないです。ちょっとだけシュート打ってます。結構今埋め込んだけど普通にいいかもです。なんかねステップの時とかこうつま先に乗る時はずれないですわ。だから踏み込みの時とか前はずれへんけどかかとちょっとずれる。あやっぱグリップないところはそうなんかちょっと変な感じする。かかとがさ、ちょっと動くんよ。はい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 。この薄い生地でちょっとサラサラした生地だから、だから前の部分はめっちゃ止まる。かかとがちょっとずれる。もしかしたら気になる人は気になるかも。ああやっぱ冷えてけってもね、やっぱ前はずれないからめっちゃいいそれは。ちょっとあれだけじゃ分かんなかったので、テープデザイン今日履いてきてるんで、最後終わってから感想いきたいと思います。今からプラマンの練習なんで。ネイマールと三笘が履いてるこのソックスでプレーしていきたいと思います。靴下あのこれ履いたんですけどもこれ履くやろ
あ、吐いたんですけど、はい、もう良かった、普通にずれへんけど、ちょっと強かった、もうすでにモレリアずれにくいから新しく来てやったし、結構強かった、だいぶグリップ効いてる。だから中でずれるのとか気になる人やったらめっちゃいいと思う。でかかとのずれとかもそんな別に気にならなかったんで、またモレリアやからっていうのもあるかもしれないですけど、もう普通に全然気にならなくて良かったですね。でも問題は値段、5000円やから、おー、それがちょっとネックかな。破れたりとかっていうのはないんですか、ね、全然なかった。例えば親指のところとか、お、全然ですね。だから普通に良かった。中でずれる人とかやったらいいと思う。値段だけは ネック5000円、高い。それだけ、それ以外は良かった。薄かったし履きやすいっていう感じですね。まあ試合用に履きたい人ぜひって感じです。緑あるんですか。いろんな色ある、16色ある。チームのあれにも合わせれるからっていう感じで終わります。ありがとうございました。